うっす。客が大勢の時に来たんだな。マジでお疲れさん。俺俺は普通に家の手伝い。12月31日の夜から今日の朝までは、俺ら若い連中も借り出されるの。は <laughs> マジで嬉しい。 うんその疲れってのが聞けただけでも頑張れるわ。うん、てかさお前今日やっぱり着物なんだな。 特別な行事なんだからかまあうんそうだなな何でもねえよただいつもとは違ってさすごい綺麗だなって 思っただけだよ。な、照れてないし。てか、ほら、お前家族に置いてかれるぞ。は置いてかれたら家まで送ってくれるんじゃないのって <laughs> バカなこと言ってねえですささっさと行けよ俺はまだ仕事あんのあ何じゃあまた朝になったら来ていいかってあ別に来てもいいけど 多分寝てるぞ俺それでもいいんだったらうん親父に行って社務所の玄関開けとくけど大丈夫ってはぁホお前はそういうところ昔から変わってねえよな 何がって、お前さ、もうちょっとは、男の家に入るっていう自覚、持っとけよな。仮にも、俺がお前に対して好意持ってたら、お前、襲われても何も言えねえぞ。 《何もしてこないから安心している》ね。じゃあさ俺が今からお前のことをさらうって言っても何も言えねえよな。